噛みつけの里博物館は、群馬県高崎市出町の噛みつけの刃庭の里公園に所在する歴史博物館である。国の史跡、ほどた古墳群や、群馬県下の古墳等の遺跡について、豊富な展示がある。キャッチコピーは、蘇る5世紀の世界。国の史跡、ほどた古墳群は、ほどた八幡塚古墳、双子山古墳、 薬室化古墳という3期の前方公園墳を中心とする大遺跡である。群馬県はこの他にも、主張巨点である三津寺一遺跡や茶谷遺跡、集落遺跡の黒い棒遺跡、いわゆる小区画水田が広がる日高遺跡や尾布漁遺跡、足高い戸遺跡などの保存状態の良好な古墳時代遺跡が多数見つかっている。この要因となったのは、 春名山麓に出現した強力な王の存在と古墳時代の間に浅間山、春名山の大規模噴火が多発し南東山麓の高崎市などの地域に大量の手札が降下して古墳や集落、水田が埋もれたことに起因する。東博物館はほどた古墳群に隣接し古墳群から出土した埴輪などの遺物をメインに展示する。他にも 三津ツデ遺跡についての展示やトライ経遺物、低地に広がっていた小区画水田についての展示を通して、1500年前の五世紀に春名山麓に展開した主張の姿と古墳時代文化を詳しく解説する。以下の旧テーマのコーナーがある。みえる五世紀王の館を探る王の姿を探る、王の墓を探る広がる小区画水田火山灰に、 うず漏れた村会の向こうから来た人たちハニワに秘められた物語ハニワの人、動物、物また、毎月の歴史講座や夏休みに行われる子供向けの古代体験のほか、秋に開催される噛みつけの里古墳祭りなどイベントも多数ある。なお、新型コロナウイルス感染予防対策として2020年4月8日から5月25日の期間は閉館していた。 6月現在は開館しているが、定期歴史講座、紙付塾など一部イベントについては開催を延期している。ありがとうございます。